一番大きな特徴っていうのは建物があって、その建物を潰す管理であるとか、潰す重機のオペレーター、あるいはその潰した後の廃材の処理、までを総合的に一社でできるというふうな、まあ、システムが、まあ、まあうちの一番の大きな強みやと思ってますけどね。ただ仕事やからやってるんじゃなしに、これはやっぱり社会に貢献できるような仕事をやってるという、そのプライドであるとか誇りを持って仕事をできると、やっぱり一つの目標は我々の生き残り、やっぱり会社の発展というふうなことを、ベクトルはみんな同じ方向に向いてますんで、そのためにどういうふうに、どこでどういうふうに調整していくかという部分というのは、やっぱりまあその社員教育というか、そこら辺のところだと思うんですよ。